川崎までの乗車券を購入して、改札機に吸い込ませて、久しぶりの大回りへレッツゴー。207系のこの先頭車だけ、種別幕が誤幕表示しとる。とりあえず東淀川で降りて、甲州輸送を待つことにする。289系黒潮の回送。これってまさか、キハ120の配給、しかも、牽引機が EF81 のトワイライトエクスプレス色やし、高山本線のキハ120か、初めて見た。いつもの DE10 に惹かれて、吹田貨物ターミナルへ。西武4万系の甲州輸送は初めて見る。約5年で消滅してしまう国鉄のちょっと制御の201系。先の甲州輸送が吹田貨物ターミナルで機関車の付け替えをしてる間にこの321系に乗って先回りとな。吹田総合車両所には223系0番台体質改善車が2本連結した状態で停車している。EF65 国鉄特急色、牽引の貨物が茨城を高速で通過していく。
とりあえず、総持寺で講師を撮影しよう。鉄がカメラを向け始めていたから、向けている方向をよく見ると雲や443か、これも先の配給階層と同じく下調べしていなかったからいい収穫やで。ようやく先の講師輸送がやってきた。牽引は EF210-105。マスクを装着しているのもあってか、クソ暑い。目的の公衆輸送は取れたので、この普通に乗って高槻へ向かう。今来たレールガンに乗って京都へ向かう。
向こう町運転所の奥を見れば、人材気配出所に所属していた117系が留置中。そして117系京都地域職、287系黒潮職と並ぶ117系7000番台ウエストエクスプレス銀河。普通に乗っている時に追い抜いていった EF510 型北斗定食牽引の貨物を追い抜く。先の西部40000系の公衆輸送が待機中。後ろは225系100番台。この宮古寺快速に乗って木津へ向かう。221系の普通、奈良駅が先に発車。
京阪本線の10000系とすれ違う。3分遅れて木津に到着。工程に支障はなし。現役車が残り2編成のみとなった103系0番台がやってきた。この快速、笹山口行きに乗って尼崎へ。この風景好きやで。ビスタカー3世だ。もうすぐダブルデッカー車のデッキからピリカピラララポポリマペペルトって聞こえそう。
雷がかなり近くで鳴った。近畿車両には521系100番台と近畿日本鉄道80000系、そして海外の鉄道車両が置いてある。